ゴールキーパー内山、ディフェンス3バック、右から久富、川島、小笠原、ダブルボランチに西谷と杉田、右のウィングバックが島福、左が榎本、通シャドウに梶川と朝倉、そして今日もワントップは中川という布陣です。ゴールキーパーは田代、ディフェンスこちらも3バック、右から岡崎、江崎、大西、ダブルボランチに豊田と上村、右に大本、左に東山、トップ下伊藤、そして2トップは松岡とベジョンミンです。これが小笠原に通る。さあ前が空いている。小笠原が一人でドリブルでここまで来て、最後縦通した、中川和樹決めた。中川和樹今シーズンの初ゴール。前半9分藤枝先生、まあ、完全にプレッシャー剥がしましたね。はい、はい、まあ、あの内山選手からの一つボールで、まあ、あそこに来てたのがもう6番の、センターバックの岡崎選手なんで、はい、まあ、あそこ外せるともう後ろはかなり今薄い状況になってたんで。さあここも岡崎からのクロス、ベジョンミン思い切って打っていきました。さあここもベジョンミンがキープして、上村、そして前持った豊田、書きましたね豊田、ベジョンミンシュート、ポスト直撃、最後は松岡まだ持っている、クロスを上げて伊藤の前、いや畳みかけるような熊本の攻撃でしたが、伊藤から右の、さあ大本へ、大本右からクロスを上げてきた、ヘディングシュート、大西、おお、スーパーセーブですね。内山なんとか片手で弾き出しました。西が上がってきている。東山からのクロス、ヘディングまではいけない。そして前シュート、いいー、今のも触りましたね。最後は豊田の左足でした。ここも内山ナイスセーブ。いや素晴らしいシュートでしたけれどもね、はい、内山選手もよく今の触りましたね。さあ熊本ボールに変わります。62分が経過しました。依然1対0、ホームの藤枝が1点リード。大西、そして東山、松岡から伊藤、ワンタッチでつないで大西がここにいるぞ。大西のシュート決まった。62分熊本同点。決めたのは大西亮太郎。よくニア抜きましたね最後。はい、今シーズンの2ゴール目。藤枝チャンスになった。矢村からのラストパス、梶川どうする、まだキープする、そして矢村のシュート。いや吠えましたね、はい、田代選手。いやナイスキーパーですね。ここはキーパー田代ナイスセーブを見せました。いや両ゴールキーパーがやっぱ試合をね締めてますよね。もう一度奪い返した藤枝です。さあ大曽根、大曽根から梶川、ワンタッチのクロス、小笠原落としてシュート決まった。決めたのは13番、大曽根浩太、今シーズンの初ゴール。再び藤枝勝ち越し。カウンターのカウンターでしたね今のは、はい、チャンスですね。あ、さあ奪ったのは松岡、どうする、一人で行くか、中空いている、左足でのシュート、
ボール右へと外れていきました。ここ熊本ボールのフリーキックになります。試合再開、ゴール前どうする、シュート打てるか、道脇、上村、遠目から江崎のシュート、そしてここで試合終了のホイッスル。藤枝は開幕6戦目にして待望の今季ホームでの初勝利、熊本を破り今季初の連勝となりました。